今週はブラウゴンと一緒に番組が始まります。キックオフ秋田スタートです。こんにちは、 AAB 新人アナウンサーの中島千穂です。まずは新コーナー、新秋田の勝負飯。ブラウブリッツ秋田の選手にその活躍を支える勝負飯を聞きました。選手たちの勝負飯を紹介する新秋田の勝負飯、記念すべき第1回は飯尾龍太郎選手。今シーズンのキャプテンが試合前に必ず食べているものとは？親子丼です。もともと親子丼が好きっていうのと、まあ、試合前なんで炭水化物食べれるようなおかずで消化がいい。ディフェンダーながら今シーズンすでに2ゴール。活躍を支えるのが親子丼です。じゃあお願いします。お願いします。お願いします。もういいですか。ご自宅で妻春菜さんに作ってもらうことに。材料はこちら。丼つゆにあるものを加えるのが飯尾家流です。たくさん食べてきたけど作ってるのは初めて見ました。確かにそうです、ね、みりんを煮立たせた後に醤油、水、和風だし、酒、砂糖、そしてもう一つ加えるのがポイント。はい、だし系の食べ物が好きなんで僕。これは何ですか。しいたけ茶の、そうです、粉末。粉末を料理に使ってますかね。何でも美味しくなる。なんか美味しくなりますね。なんでなんでしょう。薄切りにした玉ねぎと一口大に切った鶏もも肉を入れ蓋をして煮込みます。よかった、中で何かこうこれだけは気をつけてることとかありますか。試合前日だったら生ものはやめてるか、うん、炭水化物を飲んで。昔は結構食べたいもの食べて自由に生きてましたけど、やっぱり徐々に徐々に体の変化にも気づけるようになってた、きたと思いますし。2人が出会った当初はサッカーに詳しくなかった春菜さん、今はちょっと分かるようになってきて。じゃあ飯尾選手の特徴は。特徴、走り方ですかね。こんな走り方してます。確かによく言われる。ちょっとペンギンみたいな、うん、じゃあ今週それ撮ってくる。確かに右腕の振り方独特ですね。さてお肉に火が通ってきたら時々返してもう少し煮込みます。これも秋田の卵でした。そうなんですね。片手でいきましたね。溶いた卵を2回に分けて入れ火を通したら完成。親子丼ですがお皿に盛るのが飯尾家流。こちらが飯尾選手試合前の勝負飯です。いただきます。うん、ステーキ。おいしい。だし、だしが効いてて、ちょっと砂糖も入ってるので甘みもあってご飯が進む味がしてます。飯尾選手がリラックスできるよう家でサッカーの話はほとんどしません。あ、でも勝った時とかは聞きたくなりますけど、うん、あんま聞かないかな。ざっくりした感想を聞く時あるかな。今日しんどそうだったねとか、今日元気そうだったよとか。確かに。でもそれぐらいしか分かんないです多分。私もそれがありがたいですね。具体的にね、あそこのシュートなんでね、ファンに行ったのとか言われたらね、結構考えちゃうね。ありがとうございますとはもう伝えてないので、まあ、この場を借りてありがとうございます。恥ずかしいですね、はい。
親子丼に椎茸茶で一工夫、飯尾家の味が楽しめますよ。親子丼は炭水化物とタンパク質が摂れるので、スポーツ選手にはぴったりなんだそうです。続いては明治安田生命 J2 リーグの試合を振り返ります。12位ファジアーノ岡山とのホームゲーム。試合前には飯尾選手が4月10日に達成した J リーグ通算200試合出場を祝して家族から花束が贈られました。試合は前半、今シーズン初スタメン田中宏斗のシュートが惜しくもゴールポストに弾かれ、後半には途中出場の畑純樹が強烈なシュートを打ちますが枠を捉えられずゴールを奪うことができません。後半42分にペナルティーキックで失点し、ブラウブリッツは今シーズン初の連敗です。相手よりまず自分たちの強みを結合して、どんな相手でも球際で勝てる選手を目指す。水曜日に行われたベガルタ仙台との東北ダービーは、この日の J2 リーグで最多となる1万5026人が集まりました。ブラウブリッツは前半8分、水谷のクロスを青木が落として斉藤隆二の今シーズン初ゴールで秋田が先制します。その後同点に追いつかれますが、後半37分、三上から庭のヒールで斉藤隆二、秋田では自身初となる1試合2ゴールで勝ち越しに成功します。しかしアディショナルタイムに追いつかれたブラウブリッツ、2対2で引き分けました。ピラミッドを上から作られない、1日1日根気強く一つ積み上げる選手のひたむきさ、成長を信じて、今日出た結果を踏み台にしてさらに成長できるように。明日はゴールデンウィーク最終日、そしてブラウブリッツ秋田のホームゲームの日です。応援の前にはスタジアムグルメを楽しみましょう。先週のホームゲーム、ソユースタジアムには試合前から多くの人が訪れ、子どもたちが元気に遊んでいました。ゴールデンウィーク初日だったこの日、サポーターに連休の予定を聞きました。やっぱりブラブリッツ秋田の試合を見ます。はい、全部行きます。仙台も行きます、もちろん。ゴールデンウィーク最終日の明日も栃木 SC とのホームゲームがあります。先週に引き続き試合前のお楽しみ、スタジアムグルメを満喫します。ゴールデンウィーク最終日の明日はブラウブリッツ秋田のホームゲームが開催されます。午後2時のキックオフの前にはスタジアムグルメでお腹を満たしてから応援しましょう。スタジアム正面にはキッチンカーや屋台が20以上並びますが、明日はバックスタンド側にも注目のお店が出店します。こんにちは。たくさんの種類のハンバーガーがありますけれども、どれかおすすめを教えていただいていいですか？チーズバーガーになります。チーズバーガーですか、はい、それではチーズバーガーを一つお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。少々お待ちください。はい、大仙市に店舗があるグルメバーガーの専門店、コーナーゲートバーガー。取材したこの日はメインスタンド側に出店していましたが、明日はバックスタンド側で買うことができます。何かこだわりとかはあるんですか？肉の方に、はい、こだわってます。あ、それはどのようなこだわりですか？牛肉 100% にします。あ、そうなんですね。牛肉 100% のパティ、どんな味がするのか気になります。こうお肉もしっかりとしていて、チーズもとろっと出ていて美味しそうです。いただきます。お肉の味がしっかりとしています。ガツンとお肉を感じられますね。チーズの味も濃いのでお肉とマッチしていてすごく美味しいです。
このレタスやトマトなどお野菜もいっぱい入っているのであっさりといただけます。とても美味しいです。この他にも由利本荘市の B 級グルメ本荘ハムフライもバックスタンド側で販売されます。さらに明日はサンリオカフェワゴンがスタジアム正面 BB 横丁にやってきます。かわいいスイーツを楽しんでください。スタジアムグルメは午前11時半オープンです。食べ比べてお気に入りを見つけてくださいね。のブラウブリッツ秋田対栃木 SC の試合は午後1時55分から AAB で実況生中継でお伝えします。スタジアムで観戦できないという人はテレビの前で声援を送りましょう。